チャワトゥッティスズです。今日はマチェドニアというイタリアの家庭料理をお届けします。ただフルーツをね細かく切るだけじゃないんですよ。コツがあるんです。イチゴを細かく切っていきます。そしてこのマチェドニアを使ってイタリア美人が食べる意識高い系の一品も作っていきます。さあ次はキウイ。まな板を使わないこの包丁の使い方は以前動画にしてありますのでご覧ください。それでこの切り方ね、縦縦横横ってして切っていきます。皮を剥いたらほら縦縦横横横って切っていくとキューブ型に切れるんですよ。よしできた。次は洋梨。洋梨も同じように皮を剥いてから縦縦横横横って切れ込みを入れて切っていきます。するとキューブ型に切れます。よし次はオレンジ。オレンジは丸っと丸のまま皮をまず剥きます。あ、ここにねこうやって切り込みを入れてほら切れるでしょ。そしたらこうほら皮も綺麗に切れるのよ。でこれをねほら皮のところをこうやって取り除きの身だけをこうやって取るのよ。こうやって取ってこんな感じでオレンジも皮なしで小さく細かく切って入れていきます。皮のところだけ残ったでしょ。これをねギボはねこうやって、ね、絞るのよ。リンゴよく洗って皮ごと使います。イタリアの人はねこのようにリンゴとか柿もそうですけど皮ごと食べることが多いです。でさっきと同様縦縦横横ってしてそぎ切りに。バナナ。マチェドニアは結構パーティー料理に出てくることが多くてこのようにいっぱい作ってみんなで取り分けて食べることが多いです。よし、そしたらここにレモン、レモン1個を絞り入れます。よいしょ。ママはねここにね砂糖を大量にかけるんですけど私はね白い砂糖をかけたくないし大体砂糖をかけたくないのでよくよく混ぜてこのフルーツたちの味が均一になるように一旦これでねすぐ食べてもいいけど1時間ぐらいこれ冷蔵庫に寝かせます。今何時？やばい、あと10分しかないじゃん。何が入ってるでしょうか？キュウリ、イチゴ、バナナ、リンゴ、みかん。あとは？あと何もだ。洋梨が入ってる、ラフランスが入ってるよ。これ、ヒラヤヒラ？うん、そうそう。これ残ったマチェドニアね、これを使います。ギリシャヨーグルト 150g のギリシャヨーグルトにコツを何倍かな 1,2,3 倍入れてこれをまず混ぜます。透明のに入れたら可愛いからね一番最初にマチェドニアを入れます。これこの要領で器の上までマチェドニアヨーグルト、マチェドニアヨーグルトを層にしていきます。まあ30分ぐらいはこのまま寝かせてください。っていうのもね、オーツ麦が乾燥のやつだからふやけるまで30分経ったら食べてみましょう。こんな感じ。さあこれを食べていきます。ママ友の間で結構流行ってて、オーツも食べれるし、うん、マチェドニアのそれだけで食べないでヨーグルトと一緒にオートミールかも一緒に食べれるからすごくいいって言って健康志向の美人ママとかこういうの食べてます。うん、うん、オートミールが柔らかくなってる。勝間和代さんが精製された砂糖はあんまり体に良くないんですって。だ白い砂糖はダメっていうのはわかるけど、結局黒砂糖とか他の砂糖もなんていうの、
この、果物とかからこう、なんていうの、抽出された砂糖だから、抽出されたのだから手が加わってるじゃないですか。そうじゃなくて、砂糖がそのまま入ってるのを食べた方がいいんですって。だから果糖になったものを食べるより果糖が入っているバナナとかを食べた方がいいって言ってました。